はい、どうもジャンヌダルクです。というわけで今回もコールオブデューティー MW 早速ね実況プレイやっていくんですけども、今回紹介する銃は多分2回目かな、動画で言ったら。結構まあため撮りが多いのでいつ上げてるかわかんないんですけども、こちら M91、 まあ元向きはヘッキラ&コッホの MG5 なんですが、こちらもねスライハンドによる特殊リロードというか、ちょっとまあ珍しいリロード方法がありまして、まあ特殊というか、まあ通常というか、まあそんなにこう映えては来ないんですけども、逆にまあスライハンドがあることによって、あ、通常リロードのそれってそういうことだったのねみたいな、あ、そういうことかみたいな、逆にこうありがたみがわかる。まあ恋愛でも大事じゃないですかね、再確認ですよ愛の。まあそういうことができますので、ちょっとまあ今回はスライハンドと通常リロード、まあ2つね紹介していこうかなと思います。いや本当にもう言葉の通り再確認ができるんですよ。はい、ということでこちら、これが一応通常なんですけども、はい、途中リロード、パカーって上開けて、弾切り替えて、ベルト球弾式のこのベルトをガシャコンとやると、はい、いいですね。じゃあ全弾打ってみましょうか。さあベルト球弾式のこのベルトがガガガガガガガッつって言ってますね。で全弾打ち切るとガシャコンで、上にパッカー開けて、ほらなんかいろいろとしてるでしょ。さあではちょっと弾がなくなったんで、もう一回、チーム変えて見ていきましょう。はい、これで全弾打ち切りましたよと、カシャコン上パッカンで、はい、なんかいろいろとしていって、弾切り替えてベルトを差し込むと、はい、これがね、スライハンドなしなんですよ。じゃあ皆さん今からスライハンドありでするんで、ちょっと皆さん予想してみてください。いや、これからどうスライハンドで変わっていくのか。さあではスライハンド付きで全弾打っていきます。はい、これで全弾打ち切りましたよと、カシャコン上パッカンで、弾切り替えて、あれって途中のあの作業なくなっちゃったよって。でこれちょっとね解説するとっていうか、なんだろう、すごいことなんですけども、まあ、これベルト球弾式のこれ弾って、こうベルトリンクっていうのかな、団体っていうのかな、なんかこういろいろと言われるじゃないですか。多分ベルトリンクでやってるはず。そのベルトリンクの弾をさっきは手で払いのけてたんですけど、こいつは無視してるんですよ。見てください、ほらベルトリンクの、ほらこれゴミが残ってるじゃないですか。いやーエッチですよねこれね、わかる。みんな逆にしましょう、逆にもうあのスライハンドなしでちょっとありがたみを見ていきましょうか。はい、さっきは残してたんですけど、こっちはカシャコンってやった時に残ってたゴミをほら手で速攻で払いのけてるから、もう見えなくなっちゃってるんですよ。だからうわ何どけたんだろうなみたいな感じでしたが、スライハンドありだとそれを無視して払いのける動作がなく、そのままベルトバーンってやるから、まじまじと見れるわけですよゴミが。いやすごいですよねこの、あの弾の打った後の残骸ですよ、はぁって感じじゃないですか。いやそういうやっぱ細かい変化ってすごい面白いよねってところで、今回も実況していこうかなと思います。これからもねコールオブデューティー MW の動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録高評価お願いします。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで早速シュートハウスのハードポイントをやっていきたいと思います。ちょっとまあ LMG だったらね、拠点ガンガン入ってみたいなことはできないんですけども、まあしっかりとねこう弾幕使って、キルストだとか、まあ敵の嫌がらせやっていこうかなと思います。ちょっとここだったらあれかな、サイトいらないかな、まあここいらあたりでやっていけたらなと思います。やっていきましょう。いや逆だ、これレーザーの 5mm で、あとねこちら見ていただいたら分かると思いますが、タンカラーがあんま好きじゃないのでバリアントでちょっと色変えてきました。やっぱこの色かっこいいよね。うん、いやこれ普通にデフォにしてほしいわ M91 のっていうぐらい、ちょっとタンカラーは私はあんまり好きじゃないので、よいしょ、今回はこちらのバリアントでバチコイとやっていきましょうか。いや LMG でもしっかりと決め打ちできるんです。さあスティームショット爆速回復、あーお前どこおんの、えーっちょっとマジあれリスポンした直後か、じゃあ仕方がない。さあでは見ていきましょう、顔出せ、そっから来るのは分かっているんです。ナイス1キルで、左からはじゃなくて右からは来ない、手前いる、ナイスカット。でそのロング、待って、ハードポイント取られてる、取られてるかな、ナイス。いやーさすがに3枚目は無理、ウェーブ出していきます。ちょっとね拠点入らないとさすがにやばいので、いたら先時ここで入るで打つ、 OK ナイスで右から来るから C4 投げて殺す、腰打ちで殺す、 OK スティムショット爆速回復、いいね。今のところ C4 というか NMG らしさじゃないけども、ちゃんと拠点には絡めてるから GG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 いける、腰打ちから入る打ち方 GG、 あーなんだてめえとりあえずウィルソン前出たわ、 OK 開幕の流れはパーフェクトですね。であのクソイモ野郎を殺したい。で次ポがねちょっと右奥なので、こっちからはけていきましょう。多分ここ見てるやついると思ったけどいないわ、 OK ナイス、エアストライク打ち切る、いやーそれ打ち負けると思ったけど勝てるんです。いやー一応ねこれあの反動制御系ほとんどつけてなくて、一応ねあの移動速度だとかエイム速度に伏
して振ってるんですけど、そこそこあれだね、リコイル制御できてるね。リコイル制御っていうか、こいつ自体がそんなブレないんよ。そうそう、ブレなくて、しゃがみ打ち！気合だけはバッチリ。待って、スティームショット回復していって、よいしょ、右から来るからこいつ殺す、オッケー。足音聞こえたからとりあえずこいつ殺して、待って、まだ後ろいる。大丈夫？いないか。あー！びっくりした！オッケー。あと一人、女。そっちに C4 投げる。オッケー。いいよ。で、拠点しっかりと入っていきながら、後ろウージーいたね。ちょっとウージーちゃんが、どこ？ウージーちゃんカット？で、私が拠点入ろう。オッケー、入って、UAV 出していく。で、後ろから来るからここで見る。来るね、絶対こっちから。100% 来る。オッケー。で、C4、投げる！オッケー！全然オッケーじゃない。弾幕、一枚しか持っていけない。いや、てかやっぱ M91 かっこいいし、ある程度使えるから悪くないんだよな、ほら。普通に強くね。強くはない。強くはないんだけど、使えるよね、全然。全然使える。全然使える。スティームショットここで使おう。は、後ろ！さあ、では次っぽが近くなので、よいしょ。ウィルソン使っていきまーす。さあ、味方、このウィルソンに絶対便乗してほしい。ちょっと待って、味方、俺先行っても A で。ごめんな、ちょっと前出るで。ほんまに。すまんで。おった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 。1枚、カット、ナイス。で、左の奥から来てるかな。来てるね。こんにちは。もうお前逃げられないからな。ほら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 。よーし、オッケー。で、こっちの方から見るけどおらへん。多分センターの方はけてんのかな。ワンチャンは、私の、壊された。何で壊された？まあいいや、ストッピングパウダー使っていきます。さあ、爆速でリロードしていく。よいしょ、カチャ、カチャ、カチャと。は？マジ？やばそう。スティームショット、頼む。まあけど M91 さんはね、本当に安定性があるんで、できれば、こう、拠点に入るっていうよりかは遠距離からバスバスして、そのラインに抑えるみたいな、やり方がしたかったんですけど、ちょっとね、拠点入らないとやばい感じ。いや、いや、けどこれ、キルスト繋げよう。俺はキルスト繋げるわ。うん。サポートヘリ来たか。コルブラつけてもなーって感じだもんな。よし、あとは当てるだけ。うおー、オッケー、燃料漏れ。ナイス、勝利。いやー、やばいね。キルストでちょっと打開されてる感あるな。さあ、しっかりとここ押さえたら次は勝てる。大丈夫、いける。カモン、待って、右いる。はい、リーンしまーす。まあ、こうなったら無敵を絶対負けないから。カモン。ほら、1枚。弾幕、弾幕。いいね、投げも来てるけど。弾幕、弾幕。スティームショット。使う。味方。カバーリング頼む。さあ、ストッピングパウダーも溜まったので使っていきましょう。リロードちょっと遅いな。やっぱ LMG のデメリットでもある。まだ GG、まだ GG、まだ GG。まだ GG。それ負けるか、俺。いやー、これマジでやばいな。最初しか拠点取れてない。近づけねー。味方、あそこにいないでくれー。もうちょっと前行きませんか。僕と一緒に幸せをつかみに行きませんか。左どうせおるやろ、これ。うそこおる。そこもおる。待って、右だけ押さえた。いやー、これやばい、これやばい。これ、まず一回下がろう、一回下がろう。一回下がるわ。一回下がってリセットかけつつ、その上カットしたい。オッケー、ナイス、一枚カット。いるね。あ、なんで右。オッケー、スティームショット使って。こうぜ。イェイイェイイェイ。C4、ちょっと当て。で、入る。オッケー。逆転ワンチャンあるある。逆転ワンチャンあるある。やばいな。拠点入るとやっぱね、キルストたまんないよな。たまんないよな。UAV。頼む。この UAV。映ってくれ。めっちゃ映ってる。いいよ。頼む、これ殺させてくれ。ナイス、エアストライク出た。いや、なんかもう、これ実況見ててさ、実況ってか俺もやってって思うんだけど、アサルトでよくねって。この立ち回り。シュートハウスはマジ。アサルトでよくねっていう。オッケー、スティームショットからのこの LMG 腰打ちを。なめんな。ナイス、ダブルキル。いいよ。さあ、ではセンターちょっと抑えてっていうか、こっち抑えていきたいところではある。スティームショット、もうスティームショット強すぎる。もう次回作あれだな、スティームショットデフォンにしてほしい。マジで打ち合い超楽しくなるから、絶対絶対絶対。はっ、タイミング GG。 弾幕弾幕、これが LMG のイカズチよ。ほら、ナイス。さあ、まだ弾数が50発あるんですけど、多分死ぬな俺。だからストッピングパウダーはまだ使わない。これ横からちゃちゃ入れまんで、でスティームショットでちょっとでもいいから入る。よいしょ、リロードして、ナイス、スクラップ。あー、ヘリも来てる。もう無理。僕はもう無理でーし。いやー、ちょっと多いなー。はい、ということで。まあ、結構、とつれてはいるんだけど、まあ、LMG の姿ではないよねっていう。これ MP5 だったらめちゃめちゃ気持ちよかったんだろうなーっていうところはいっぱいありましたが、まあ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 、とりあえず、紹介はできたんでよかったんじゃないかなと思います。まあ、勝ってばっかの試合もちょっとあれなんでね。うん、これで投稿しますわ。ははは。やっぱ真実をお伝えするのがね、動画投稿者なんで、YouTuber なんで、はい。今のCall of Duty MW の現状はこういった形となっております。まあ、スキルマッチとかそういうことはちょっとあんまり言いたくないんですけども、まあ、やっぱできればね、自分がこう SMG とかアサルト使わなくても、拠点入らなくても、LMG で遠距離でキルで稼ぎできてるみたいな、そういう時代が来てくれたら嬉しいですね。
はい。まあまあ、とりあえずそろそろ新作 COD も出ると、出るというかディークですね。5月で発表されて、6月、7月にベータ版が来ると、いつもなら、はい。それにちょっと期待向けてね、またコールオブデューティー盛り上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価お願いします。それではご視聴ありがとうございました。